はね、そう、昨日まで暖かかったのにめっちゃ寒くなっちゃった。わー、風が来る。今日は肉を焼いて食べるっていうスペシャル回でございます。で、リツクッキング、リツクッキング、はい、というわけで肉焼いてきます。今日はちっちゃい卓上コンロで炭火焼きをしていきます。では頑張って断面を、断面チェック。はい、はい、お肉、いいじゃないですか。
張り焼きそば。では焼きそばを作っていきましょう。さあこれで油を忘れたんですけどできますかね。ちょっと野菜をまずは炒めていきます。全部入るかな、なんか全部入るか不安いつも容器を見誤ってる私。じんわり焼いていきます。野菜がしんなりしてきたので麺を投入したいと思います。でちょっと水をこんな感じ、結構焼けてきた気がする。そろそろソースを入れて混ぜましょう。焼きそばのさ粉のソース初めに考えた人天才だと思わない？普通ソースってだって液体でしょ。動画も見てみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。